大学生の頃に初めてグランブルーっていう映画を見て、ジャック・マイルの存在を知って、水深 100m に潜って行っちゃうっていうのはすごい驚異的でびっくりして、どんな世界なのかなって惹かれたんですよね。プロになるってお前正気かと、誰がスポンサーになるんだとか、僕会社員 4,5 年やったんですけども、それを辞めてこういうマイナーで、食うや食わずっていう感じの世界に入っていくっていう時に、やっぱりこうお前頭おかしいじゃないかってすごい言われましたよね。持ってるアジア記録が 115m なんですけども、 110m 以上行った人っていうのは世界でまだ10人いないんですよね。月面着陸した人が12人なんですね。ギリギリのところまで行って生きて帰ってきたってすごい大事なことだと思うんですよね。その辺境の地に行ったパイオニアっていうのはやっぱりこう伝えることも含めてこうミッションだと思うんですよね。今までなかったこれがすごいっていうものをポンって出した時に、誰かがそれを見てくれて、あ、私もそれすごいって思いますとか、じゃあこれやってみたいと思いますとか、もっと上回ってみたいとか、そういうものを喚起できるような起爆剤みたいなものをちょっと作れたらいいかなと思うんですよね。それがフリーダイビングのレコードであり、写真であり、映像でありっていう。誰も行ったことのない記録をアジアで初めて行ってみたいとか、そういう思いがやっぱりもともとある方だと思うんですよね。でもそこからそれを終えて、こんな美しい世界なんだよっていうのをこう伝えたいっていう方に移ってきたと思うんですよね。素潜りでイルカとかクジラを撮るとか、人と洞窟の絡みを撮るとかっていうのはもう一発撮りなんですよね。これは譜面がないんですよ、プレイヤー同士のぶつかり合いだったりとかで、絶対にも再現できないんですよね。その場のものしかもう生まれ出ないものがあって、それでうまくいった時はもうオッケー最高みたいな感じなんですけど、カメラの進化っていうのはすごいですよね。写真そのものもね、画素数もどんどん上がってるし、こういう本当に一番最先端のものを使って、一番この僕らみたいなマイナーであり、しかも水中で人間がやれる時間ってすごく少なくて、非常にこうシンプルなプリミティブな遊びをこうキレッキレの機材で撮ってみるっていう。人間って水の中でこんなに綺麗に舞えるんだよとか、遊べるんだよとか、あ、こんなスポーツがあるんだなって思ってもらえると思うんですよ。誰もやったことない表現を、それを撮ってみて、それを残しておきたい。で、そういう喜びがあれば、新しい表現とか求めながら海と共に生きていくっていうのができると思うんですよね。